里崎チャンネル。今日なんですか、はい、今日はですね、もう大好評企画ですよ。ああ、はい、それはそんなに回数やってるの何回やってりゃ大好評や。1回やったら大好評ですね。そう、やってないんですよ。絶対大好評だろうっていう。何やるんだ。ですね、プロ野球チップスの選手当てクイズを今日はやろうと思います。はい、今日プロ野球チップスのこんだけ結構大量に持ってきたんで、私ランダムに引いていきます。で、お二人に分かった瞬間に入って手を挙げていただいて、先に5点取った方が勝ちになります。ただちょっと一つルールがあって、間違えたら立っていただいて、次の問題はもう座ってる方のボーナスチャンス。だけど回答権がないわけ、回答権がないわけですから。でも1行しか読みませんよっていう。最後までは読めないんですか。読めない。1行で当てるというボーナスチャンスですね。ボーナスかどうかも分かんないですけど、プロ野球カードはもう楽勝で答えますよ。楽勝です。本当ですか。だって解説者ですよ。 J リーグチップスだったら難しいですけど。いや、俺は自信ある。いや、僕は自信ないですけどプロ野球だったら。じゃあ第1問。プロ4年目は4月10日の巨人戦で史上2位の年少記録で通算100セーブを達成した。防御率 1.29 の安定した投球で守護神として奮闘。はい、佐々木。山崎康晃。ピンポンよっしゃー。はい、伊藤さん言って。俺松井かなって、交流戦かなんかの松井かなと思ったんだけど、はい、もうセリーグに特化した話だったから。そうですね。よし、ピンポーン。伊藤さん、まずまあだって、DNA ですか。よくあるんですか。いやいや、そうだ、解説者でしょ昨日どこ行ってた。よくあるんですか。そうそう最後誰投げた。山崎康晃。そうでしょ。第2問。はい、右肘関節炎に耐えながら奮闘、二遊間を抜けそうな強烈なゴロを横っ飛びで候補し、自慢の守備力でも勝利に貢献。6月5日のヤクルト戦では球団通算8500号となるメモリアルホームランを放った。これ意外と引っ掛けですねめちゃくちゃ引っ掛けですね。 これヒントある。ちょっともう一回読んでもらっていいですか。はい、一つヒント言いますね。パリーグの選手です。右肘関節炎に耐えながら奮闘。うん、分かった。はい、皆さん。今宮健太。ピンポンピンポン佐々木さん、頑張って。ファンです。なんで。あ、やっぱ年功序列じゃないですか。こっからですよ。こっから僕、追い込めば。そうだな、追い込めばなんで。そうだ、追い込めるか、ここからだろ。はい、では行きましょう。第3問、はい、去年でプロ16年目を迎えたベテラン捕手が5年前に。はい、坂崎さん。阿部慎之助。これはですね、鶴岡選手ですね。鶴岡。はい、16年目を迎えたベテラン捕手が5年ぶりに日本ハムに復帰。もう一瞬聞けば当たったな。復帰っていうのが分かるからな。じゃあ豊さん、ボーナスチャンス。一行ですよね。一行です。はい、一行で。これ間違えてもいいんでしょ。間違えても立たなくて大丈夫です。はい、ボーナスチャンスです。はい、はい、いきますね。走攻守三拍子揃った西武不動の有力手。これ簡単だったかな。源田じゃん。いや、簡単だった。ピンポンピンポン。もっとあるやん。今の源田はなんかやらせっぽかったよ。いや、ちょっとね、今のね、私のもう選択ミスでしたよ。でもランダムなんでしょうがない。そうしょうがない。次、5問目。はい、去年プロ13年目は4月12日のヤクルト戦で今季初先発し、6回を1失点に抑えて勝利を挙げ、チームを4連勝に導いた。抜群の制球力を武器に後半戦のさらなる活躍が期待される。ちょっと難しいですね、内容も。セリーグの選手で、じゃあチームも言っちゃっていいですか。ドラゴンズです。じゃあもう、はい、いや、まだ絶対間違えると思うよ。よしみ。あ、ピンポン。イエーイ。いや、俺もよしみだと思う。やっと言って。いや、俺もよしみだと思う。俊足が光るルーキー、6月9日の日本ハム戦。はい、はい、田中和樹、楽天。間違えんな、お前。これはですね、上里選手でした。はい、じゃあ豊さん、ボーナスチャンス。
やばいからな。いやお前選ぶなよ。選ぶなよ。ランダムで。移籍2年目の去年は4月24日のオリックス戦で1行です。なそれだけかよ。それだけ4月24日はい。じゃオリックス戦で何かだけ言いますよ、うん、今季初の2番に座り。これ当てたらすごいな。すごいですよ。でも元セリーグの選手だな。セリーグの選手です。でしょ。じゃあこれボーナスチャンスの割でしょ。多くない。多くない。ボーナスチャンスは失敗ということでいいですね。じゃあ最後までちょっと読んでみて。読みますね、うん。4月24日のオリックス戦で今季初の2番に座り、うん、2打席連続ホームランを放ち3打点をマーク。その後も2番に定着し、あ、オリックス戦で、はい、太田大志。ピンポンピンポーン。あ、すごい豊さん、すごいすごい。まあ、これでも失敗ということで。まあ、失敗でいい。はい、じゃあ次行きましょう。豊さん、頑張ってくださいよ。5月27日の楽天戦で6年連続2桁ホームランを記録。6月3日の DeNA 戦では3番に座って今季初の1試合2本塁打を含む3安打を放ち復調を大きくアピールした。はい、中村剛也。違います。はい、じゃあこれは正解を発表します。マッチでした。松田選手です。マッチ3番のイメージなかったな。去年はってことなんですね。じゃあ里崎さん、はい、ボーナスチャンス、はい、去年のカードということなので昨年というか一昨年ですね。いきます。一昨年は怪我の影響で66試合出場に終わったが巻き返しを目指す。そんなやついっぱいいるよ。しかもセパのどっちかも分からへんし。そうだな。これじゃあセパだけ言いますよ。セ怪我の影響で66試合出場に終わった。おととし終わったわけですね。怪我の影響で教えてやるよ。ジャイアンツの選手、ドラゴンズの選手です。そうだね、はい、全然違うじゃん。全然違ったな。大島。あ、わかった。平田。あ、平田選手。ああ、どっちかと思った。じゃあこれボーナスチャンス失敗。プロ2年目の去年は5月下旬から外野のレギュラーに定着。6月末時点で規定打席未満ながら打率3割2分2厘5本塁打に加えチーム最多の11盗塁をマーク。いやー難しいな。じゃあセパだけいきます。いや、セリーグでしょ。パリーグです。はい。はい、角田さん。田中和樹。ピンポンピンポン。ああ、はい、やっと2点。5月に3勝、防御率 1.35 の好成績を記録し、自身3度目の月間 MVP を受賞。6月7日の巨人戦では、4番岡本から史上54人目の通算1500奪三振を達成した。6月末時点でパリーグトップの防御率 1.80 をマークし、エースとしてチームを牽引している。いや、その強調付けてもエースは結構いるから。もうこれ今の文章私聞いてたら一瞬で分かりました。はい、はい、ゆだまさん。キシピンポーン。リーチ。リーチ。もうこれ手が耐えてる。おととしチーム最多の59試合登板、31ホールドポイントを記録した中継ぎ投手陣の柱。来日7年目の去年も160キロ近い直球を振りに、はい、パットン。違う。これちなみに言っていい？はい。エスコバ。違います。マッソン。マッソンでした。エスコバあれだもんな、1年ちょっと違うもん、はい、リーチだからね、はい、これ当たったから。あ、やっぱこれめっちゃラッキーボーナスだった。いや、いいじゃん。え、どうしようどうしよう。いや、それはしょうがないよ。もうじゃあ俺の運だから。ゆたかさん、ボーナスチャンス。はい、はい、オリックスが誇る若き強打者、吉田正尚。ピンポン。ゆたかさんの勝利。そうで、
ボーナスチャンスの忖度が激しい。なんか三拍子揃ったショートとか。いやこれはもうしょうがないでも俺ね、あの昔さ、プロ野球ニュースが地上波でやってる時にクイズ大会が2年連続優勝してる。井川さんはやっぱり人にやっぱり興味を向けていろんな人の話を聞いたりとか接したりして、だから豊さんのチャンネルそのものじゃないですか。じゃあ人に興味なくて何に興味あるんですか。自分自分大好き里崎さんでした。はい、豊さんありがとうございました。里崎さんの勝利です。